皆さんこんにちは、メイクアップアーティストのアリサです。今日の動画はチークの基本の塗り方、そしてチークの色別に効果的な塗り方をご紹介させていただきます。よかったら最後までお付き合いお願いします。それでは始めていきます。スタート。はい、では基本のチークの入れる位置を確認していただきます。お顔を正面にして黒目の中心からそのまま下がったところ、そして鼻先から横に行ったところ、基本はチークはここの位置に入れていきます。ただ黒目よりも内側に入れると幼い印象になるので、黒目よりも内側に入れることはあっても鼻先より下に入れることはないです。頬骨の位置を確認していただいて、下からグッと指が入る場所があります。先ほどの線を入れるとこんな感じで、そうするとここに入れるっていうのがお分かりいただけますよね。基本の入れ方はご自身の骨格に合わせた入れ方なので、どのようなカラーを選んでも合いやすいです。ではパウダーチークの綺麗な塗り方をご紹介させていただきます。付属のブラシはちょっと小さめになるので、初心者の方はムラになりやすかったりするので、できればこういった大きめのチークブラシを準備していただきます。大きめのブラシを準備するとふんわりとした発色でムラになりにくいです。パウダータイプを使用する際はベタつきが残っているとムラの原因になるので、チークをのせる部分にフェイスパウダーを重ねます。はい、このようにサラサラにしておきます。それではチークを取っていきます。先端ではなくここの面を使っていきます。そのためチークは面で取ります。はい、このように取れました。このまま重ねてしまうとムラとか発色が濃くなりすぎたりするため、チークのパウダーとブラシをなじませます。でここでこすってしまうとチークが全部取れてしまうので、こう押さえる程度です。チークのパウダーがしっかりと含まれた状態です。で先ほどの頬骨を確認してもらって、鼻先よりも上で、黒目の中心よりも外側、はい、ここの位置に入れていきます。ではまず面でつけます。そしたら何もついていない方で上下にぼかします。もし足りなかったらもう一度取ってなじませて、面でつけて、綺麗な面で上下にぼかします。面でつけてこの境目をぼかす気持ちでこのように上下に動かします。湯上がりの頬を想定してもらって、ちょっとほっぺたがポッと赤くなりますよね。それぐらいの発色にします。このように淡く発色させると大人っぽく仕上がります。しっかりめに入れると幼い印象になります。加減を調整してみてください。では反対側も同じです。左右対称の発色にさせるにはコツがあって、さっきと同じ工程を取ります。さっき2回取ったんですよ。そしてなじませて頬骨を確認し入れます。左右差が生まれてちょっと濃さが違うっていう人は、取る分量が違ったりとか、こっちは2回やってるのにこっちは1回だけとか、そういう工程が違うから左右差が生まれるので、同じ分量を取って同じ工程をすれば必ず左右同じ濃さになります。はい、続いてリキッドやクリームタイプの綺麗な塗り方をやっていきます。リキッドやクリームタイプはリキッドファンデーションと相性がいいです。リキッドファンデーションを塗り終えた状態でスタートです。はい、じゃあまずリキッド、これ実は記載ではそのまま塗るとあるんですが、ムラになりやすいので濡れたスポンジがおすすめです。ではリキッドを取ったら手の甲で発色を確認して、ちょうどいい発色になったらこのように頬骨を確認した後に、中心からふわっと発色するように楕円を描きながら、その楕円を徐々に大きくします。このように仕上がりました。クリームタイプはスポンジを使用して取ります。
そして手の甲で発色を確認し、ちょうどいい発色になったらこうふんわりとリキッドタイプと一緒で中心から外側にふわっと発色するように小さい円から大きい円へと描いていきます。もし足りなかったらもう一度中心から小さい円から大きい円を描くように重ねていきます。このようにスポンジを使用することでムラなく綺麗に塗れます。パウダータイプのチークと違ってクリームやリキッドは密着が高く、より自然な仕上がりになります。お好みでフェイスパウダーを重ねて仕上げます。はい、チークにはピンクやローズ系、オレンジとかいろいろな色があるんですが、カラーに合わせた入れ方を提案させていただきます。ピンクやレッド、オレンジなど色には持っているイメージがあります。その色のイメージに合わせて入れ方を合わせるとよりなりたいイメージに近づけます。ではまず最初はピンク系です。ピンクは可愛いとか柔らかいとか優しい印象ですよね。ではこの色に合わせてチークも入れていきます。黒目よりも内側に入れるとピンクの幼い印象に当てはまるので、黒目よりも内側に入れていきます。さらに丸く入れると可愛らしい印象になります。丸く入れるにはここのブラシの先を使用します。こんな感じで取ります。でティッシュでなじませてこのあたり。目の下と鼻先の半分と黒目の中心、ここを起点にこのように丸く入れていきます。でさらに濃く発色させると幼い印象になるので濃いめに入れていきます。はい、このように仕上げるとピンクの可愛さと、あとほっぺたが丸くぷっくりとして見えるので、このピンクのカラーの魅力が存分に発揮されます。はい、では続いてオレンジのカラーです。オレンジの印象は元気、活発、あとなんだろう、積極的とかそういった印象があります。横長に入れることでチークを入れる範囲が広まり、オレンジが印象づいて元気に見えます。鼻の下よりも下に入らないように、はい、このように横に入れます。このように日焼けしたような頬に仕上がり、元気な印象に見えます。はい、続いてコーラル系です。コーラル系はピンクとオレンジの良さを兼ね合わせているので、元気な可愛い女性のイメージです。健康的な印象もあるので、とても好印象なカラーです。そのためチークの入れ方も好印象なイメージを持たせるために、頬骨に沿ってふんわりと入れる入れ方がおすすめです。最初にご紹介した基本のチークの入れ方です。はい、続いてローズ系です。こちらの2色を混ぜてこのような色ですね。ローズ系は大人っぽい、上品、華やかな印象です。そのためチークの入れ方は頬骨よりも上に入れることで重心が上がって大人っぽく見えます。少しスリムなチークブラシを使用して上目の位置でこのように重ねます。濃く発色させてしまうと幼い印象になるので、淡く発色させるのがポイントです。黒目よりも外側に入れてチークを上目の位置に入れることで大人っぽく仕上がります。続いてレッド系です。レッドは自然な血色感を与えることで元気な印象に見えます。自然とふんわり入れるのがおすすめです。そのためご自身がお風呂に入って頬がポッとほてったのを想定していただきます。大きめのブラシにチークを取ってふわっと大きめに、このように湯上がりの頬のように仕上げました。こんな感じに血色感がプラスされて元気に見えますね。はい、続いてブラウンやベージュ系のカラーです。ブラウンやベージュは落ち着いた印象でクールやスタイリッシュ、知的な印象です。
スリムなチークブラシを使用して細めに入れていきます。指が入るこの頬骨の下の位置に入れます。頬骨の下に入れることでシェーディング効果で骨格が際立ってクールな印象に見えます。はい、今回の動画では基本のチークの塗り方とカラー別に合わせた塗り方をご提案させていただきました。これはほんの一例ではありますが、何か少しでも参考になれれば嬉しく思います。最後までご視聴ありがとうございました。高評価ボタンとチャンネル登録、そしてインスタ、ツイッターもやっています。そちらのフォローもお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。